思議だね。何の偶然か知り合えて、いっぱい泣いたし、たくさん笑えた。最近忙しくなったけど調子はどう？それも大人になった証拠かな。でね、迷ったら頼っていいよ。何がなくても電話かけるよ。もしも君とあの日巡り合ってなかったなら、なんて考えて怖くなって君の右手を掴んだから、いつもそばにいるのが当たり前みたいになってるけど、こうして隣にいる幸せが君が大切なんだから、一緒にいるとか悲しい時だけ一緒にいるとか、遠く遠く離れた場所でも見えないところで頑張ってるだろう。季節の香りでお前思い出し、あれは胸くるよ。今日も一日が終わっておはようって、また明日が来るだろう。出会いと別れ、喜びや悲しみ繰り返して、僕も君も輝くから、奇跡という大きな花が咲くから、偶然という名の必然が大切というものを見つめた。もし君がいなかったらきっと今の僕もいなかった。嬉しい時も辛い時でもずっと僕と一緒にいてよ。